今日は2016年7月27日ですね。今昼の12時10分です。朝日新聞の一面には相模原であった19人、重度の障害者を殺しちゃったこの事件ですね。まあ大変な大惨事ですけれども、まあどう考えればいいのか、簡単ではないですけれども、まあ、いろんな見方があると思いますね。まずこの人は、まあ、正常ではなかった。ドラッグをやっていて精神的に病気だったからこういうことをやってしまったんだ、まあ、そう片付けて、やっぱりドラッグは悪いねということで片付けていいのか、ちょっとそれだけでは済まない気がしますね。彼が言ってるのには、彼には一応彼なりの理屈があって、意思疎通ができないような人は生きていてもみんなの負担になるだけであって、誰のためにもならないから安楽死させた方がみんなのためなんだという彼なりの理屈があるわけですよ。そしてそれを事件を起こす前から主張し続けてきた。こういうものの考え方というのはね、実は昔からありますよね。役に立たない人間は殺してしまえ、これはナチスドイツ、極端な軍国主義や極右の人たちが、そういう考え方を持っている、その風潮というのはですね、今やっぱり社会的に世界的にですか、広がってきてるんじゃないか。私は自分がリベラルと思ってますけども、リベラルというのはみんなが仲良くすればいいじゃないか、立場の弱い人も障害のある人もみんなで仲良くした方がいい、でそういう弱い立場の人を大事にできない社会というのは結局普通の人も一般の人も結局大事にされない社会になっていくんだ。だからどんなに障害があろうともそういう人たちを軽視するようなものの考え方というのは社会にとって危険な考え方というのがリベラルの人の考え方です。こんちくわ、おーし、泳いできたか、泳げるようになったか、ちゃんと練習しろよ。あ、泳いできた。だから今でもリベラルとは違う、いわゆる保守的な考え方を持っている人たちの中には、これに近い考え方を持っている人たちが私はいると思いますよね。口には出さないけれども、こういう人たちが死んでくれたらどんなに楽なんだろう。絶対に口には出さない。重度の障害を持った人や、それから結局痴呆になってしまって寝たきりの老人なんか、こいつが死んでくれたらどんなに楽なんだろう。絶対にみんな口に出さないけど、そう思ってる人たちは実際いるわけです。それはそういう存在が自分たちの生活を維持するによって非常に苦しいからですよ。本来はそういうものは社会で支えて、そういう介護する人たちの苦痛を軽減していかなければいけない。この障害者施設もそういう役割を担っていたんですけれども、そういうものを充実させようというものの考え方がです。弱い立場の人をちゃんと介護できるような社会にしなければいけないという考え方が、一般の人をもうハッピーにする、そういうものの考え方につながってるんですよね。そういうものは犠牲にしていいんだ、余分なやつは殺してもいいんだという考え方というのは、結局は本当に権力を持った者が自分たちの都合の良いような社会を無理やりに一般民主に押し付けるような、いわゆる全体主義、軍国主義、まさにナチス・ドイツがやってきたような日本の軍国主義もそれに近かったのかもしれない。弱い者や役に立たない者はお国のためにならないから死んでくれ、そういうことにつながってきますよ。そして今世界全体がそういう風潮にだん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 なってきてるんじゃないか。優しさがだん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 なくなってる、余計なものが来るな、外国から労働者を受け入れる必要ない、
困っている難民を助ける必要はない。だん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 世界全体がこういう優しさをなくしていってる。そして繰り返して言いますけれども、本当に困っている人たちを大事にしない社会というのは、みんなが結局は困ってしまうような社会になっていくんだ。そういう認識を私たちは持っていかなければいけないんじゃないか、そういうふうに思います。
ということで今日繰り返していきます。